78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。ミュージックミュージックフォーモアミュージックラジオカロス札幌 78.1。こんばんは、まいよ小雪のジャンボサワサワ。今日も綺麗にハモりました。はい、今度コーラスグループ作ろうか。あ、いいですね、やりましょう。ね、やりましょう。ちょっと私アイドルにはついていけないから、はい、少しこう歩み寄って中間でバラードっぽいロック。いいです ね、 いいね。難しいかかってね。今日のね、落語のまず前哨戦として、はい、先に伝えておきますが、清少さんという方が、はい、蕎麦生という、あのお蕎麦の落語って言ったら、うん、ほら時蕎麦って知ってる、有名な、今、はい、何時よとかね、そういうのと、よく思われるけど、はい、最後はお蕎麦になっちゃうという蕎麦生という話があるんだけど、面白いのでまず聞いていただきたいんですが、はい、実はこの千勝さん、先月ですね、帯広かな、あ、中標津かな、どっかのね、落語の大会で大賞っていうか優勝してしまいまして。おー、すごい。ちゃんと、あ、ごめん、怒られるね、調べてもらったら。Facebook で見ていただくと、はい、出てるんですけど、お箱師匠の、師匠に出てますけど、本当に第1回の優勝者で、学校の先生なんですけどね、まだ小生さんのお弟子さんになってそんなに日は経ってないんですけど、はい、学校の先生って、熊八さんというちょっと校長先生の素晴らしい方もいて、素晴らしい方もいますけど、やっぱりこう喋るのが上手なのかね、どうなんでしょう、先生で。先生、そうですね、喋るの確かに上手な方多いなとは思いますね。顧問の先生ではないんですけどね。そうなんですか。いや、またそこで、気になっちゃう。何の先生かな。はい、ということで、その前にですね、今日第1回の曲はですね、このジャンボサワサワと私がこだわって言っている、ジェラルドという人が、もう去年亡くなったんですけどね、彼が喋る、何語になるんだろうね、スワヒリ語になるのか、そのジャンボっていうのがすごく好きで、して、それに乗って大西直子バンドが歌っているジャンボサワサワというのが、ジャンボっていうか題があります。それをちょっと聞いていただいて、その後にちょっと面白い曲をかけて、その曲のお話を聞かせたいと思います。まずお願いできますか、ジャンボ。Come on.
両方とも臨場感あったでしょ。そうですね、すごいなんか自然と体が動いちゃうような、そう、はい、まず最初のジャンボサワサワはちょっとあの録音が遠いなと皆さん思ったでしょうけど、うん、実はですね、はい、あさり中学校にあの直子バンドたちが出演した時のその録音でございます、うん、それであの CD になって残っていたので使わせていただきまして、はい、えだいぶ古いですよって渋谷さん言ってましたけどね、はい、大丈夫ちゃんとね、うん、ジェラルドの声が聞こえたジャンボジャンボって、うん、聞いてる天国でで2回目にかかった曲は、はい、クモの巣カルテットという、カルテットといっても結構まだ人数がいっぱいいたような気がするんですけど実はあのコンカリーニョという、はい、あの市民で作った劇場が、西区、八軒にあるんですけども、そこの斉藤千鶴という理事長がおりまして、千鶴ちゃんがちょっとママのとこでやらせてくれる、飛行機代稼ぎたいんだけどっていう、そういうちょっと声がありまして、それでいいよって言って畳の上の3階の部屋にドラムを持ち込み、そしてあの生演奏であのクラリネットとかね、みんな、あの奇抜な楽団、ほら私方の時代って本当にもういろんなのがあったからその奇抜な格好をしてやっていたので、ちょっと私がカルチャーショックを受けて、すっごく楽しかったのね。であのちょっと大正ロマンみたいな、あのね、あの要するにこう呼び出しのような感じの曲でしょ。だからね、あのそれも題もいいのよ、口八丁っていう題なのこれへね、だから今ちょうど、ジャンボサワサワのその気持ちと口八丁でもいいから楽しく、うん、ね、なんか変なアラーム鳴るよりもこっちの音の方がずっといいアラームなんで、うん、かかるとみんな楽しくなるかなと思って今日はかけました、うん、はい、すごい楽しい気持ちになれましたね。なりましたね、うん、あのクモの巣カルテットどうしてるか分かんないけど、2回目にやってもらった時はあのパトスという、はい、西区の地下鉄にある、はい、小劇場でやっていただいた時はですね、ここに炭鉱夫さんがよく使っているこうライト知ってる、こう頭にかけるライト、うん、それを使って真っ暗の中で、あの演奏を始めたのにはちょっと私もそれも面白かったね。すごい。だからなんか今そんなの皆さんいなくて、みんな綺麗で可愛くてあれなんだけど、うん、なんか面白い飛ぶような人いたら結構募集してます、待ってます、エンターテイナー待ってます、待ってます、エンターテイナー新庄待ってるよいや本当エンターテイナーですよ ね、本当彼はエンターテイナーですって、もうあだこうだって言う人山ほどいますし、確かにあだこうだ言われてなんぼなのかな、わざっと言われるようにしているのかなって私はちょっと思っています。かばってるわけではありません、まあ本当にあの言われてなんぼっていうエンターテイナー、うん、だって話題になってる方がいいもん ね、 そうですね、全然シーンとして無視されてるよりも、うん、本当に最下位なのにごめんなさいって言いながらも、なんかすごくワクワクさせるのをずっと続けてくれてるんで、うん、来年は優勝しなかったら、あれですね、指パッチンですね、はい、ということで、では指パッチンではなくて拍手でお迎えしましょう。千翔さんの落語そば生、ありがとうございます、農業落語会という形ですね、あの暑さを予想して炉で、動き物に来たんですけども、まさかのこの涼しい気温でございますあの自分は暑いんですよ、私もね、あの3年前まで根室管内中標津町というのがおりまして、あの自分は暑いなと思ってきたんですけども、この界隈の方は今日は涼しいということらしいので、ちょっとこう場違いといいますかタイミング違いの着物であれですけども、ぜひお付き合いいただければなと思います。昨日おとついまでは結構暑かったかなと思うんですけども、暑い時皆さんの食卓は何があるでしょうかって言いますと、私の家はですね、大体そば、うどん、そうめん、冷や麦、冷やしラーメン、それから冷たいパスタということで、大体麺類が当たりでございますけども、でその中でそば、冷たいそばが結構私好きでよく食べ歩くんですが、今日はそのそばの話を一つ、お付き合いいただければと思います。どうもごちそうになりました。
これはお題でございます。どうも。見た。ああ見たよ。あの野郎すごい野郎だね。ここんとここの店に来るって言うとそばを10枚あ、そばを10枚おめえら食えるか。あ、綺麗にうわーって食ってから。すごいね。いや俺もそば好きだけどよ、何や食えやしねえな。そうだな、せいぜい2枚か3枚ってとこだろうな。いやだけどよ、あの野郎すげえな。シューマイうわーっと食ってやがる。あーすごいね。あんまりすごいからさ、あの野郎に賭け頼もうと思った。賭け？この暑いのにあったかいそばかい？いやそうじゃねえんだね。おめえが言ってんのは賭けそばだろ、まあ、俺が言ってんのはそばかけ。そばかけだよ。そばかけ？そばかけって一体なんだよ。わからねえかな。ああそうだ、ここに一部って銭を出す。で、あの野郎がまた明日ここの店に来たのよ。ああそばをそうだな20枚頼んだ。20枚で20枚頼んであの野郎が全部食えたらこの一部って銭は あの野郎のものなんだ。で、あの野郎が食うことができなかったら、あの野郎から一部って銭をもらうっていうそばかけ。どうだい。なるほどね。ああ、わかるけどよ。わかるけど、そば20枚なんか食えるわけねえじゃねえか。だから頼むんだよ。ね、あの野郎から一部って銭をもらう。で、あの野郎と一緒に酒飲んで騒ごうっていう、そういう魂胆なんだよ。ああ、なるほどね。面白いじゃねえか。やってやろうじゃねえかってんで、待ち構えておりますってと。どうも。来た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 。ちょ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 。もう、いやー、私たちね、この町の若いもんなんだけど、いやあなたすごいね、見事だ。毎回、ここに来るって言うとそば10枚うわーって平らげてくる。いや見事なもんだ。あんまりすごいからさ、あなたにそばかけ頼もうと思った。そばかけ？そばかけって一体何でございますか？だからね、あ俺が一部って全員出すだろ。で、あなたがさ、普段10枚食ってるから20枚だな。20枚だから20枚のそば頼んであなたが食うことができたらこの一部って銭はあなたのものになる。であなたが食うことができなかったら あなたから一部って銭をもらうっていう、一部でもって20枚のそばかけ。どうだい、やってもらえるか。あいやちょっとそんな、いやそば好きなんでございますけどね、いや20枚ともなりますと難しいんでございますよ。いや10枚はいけるんですよ。20枚なんてそんなそんな、いやそんな、いやだけど、いやまあはい。いやそれは、はいはい、あいやそんな難しいんでございます、無理なんでございますよ。そんな、いやめっそうないんでございますが、はい。はい、あじゃあわかりました。食べられるかどうかわかりませんけども、一部でもって20枚のそばかけ、やらさせてもらいたいと思います。やってくれるか。うん、マジマジ。そば20枚並べてくれないか。20枚。そばかけだよ、そばかけ。並んだね。見事じゃねえかな。20枚ね。お、やってもらえるかい。わかりました。食べられるかどうかわかりませんけども、いただかせてもらいたいと思います。いただきます。そばというのは不思議な食べ物でございましてね、そば粉と水だけでできてるんでございますよね。美味しいでございますね。10枚はいけるんでございますけどね、20枚ともなるとちょっとわからないでございますよ。なんだかブツブツ言いながら食いやがるね。おお、まだ食いやがるな。16枚17枚18枚あと何枚でございますかね。見りゃ分かるだろう。おめえの目の前に1枚だよ、1枚。1枚。食
べられるかな。食べられました。今日はお腹の具合が良かったみたいで、じゃあこの一部いただいていきます。どうも。行きやがってよ、あの野郎。すごい野郎がいるもんだね。20枚だよ、20枚。いや、お前らはいいよ、見てるだけでいいからな。いや、俺は一部って手に持ってかれたんだよ。よし、分かった。じゃあね、明日二部って手に用意しようじゃないか。で、そうだな、30枚のそば刈りを頼もうじゃないか。え、二部で30。おい、ちょ、そこの野郎、何笑ってんだよ。え、どういうことだ。笑ったつもりはないんでございますけどもね、あなた方、あの方どなたかご存知でそばかけ頼んでるんでございますか。え、あの夜一体誰なの。そうでございましょう。知ってたら10枚20枚そばかけ頼むはずがないんでございますよね。あの方はね、そばの生さんでございます。そばの生さん。あ、そばかけのせいべい、そばせいか。そうでございますよね。あの方はそばかけだけで暮らしてらっしゃるんですからね。そばかけだけでこの江戸に3軒のうち持ってらっしゃるんでございます。普段は40枚のそばかけからですからね。そんな20枚30枚そんなのかけるはずがないんでございますよ。そんな野郎だったのかい。よし、あった。よし、じゃあね、明日1両で手に用意しようじゃないか。で、40枚だったら食えんだろ。ああ、じゃあ1両で50枚のそばかけを頼んでやろうじゃないかってね。あ、来る日になりますって言うと、どうも。あ、来たよ、どうもの野郎が。うん、ちょい、こっち来い。ああ、これは昨日の方。いや、あの後大変だったんでございますよ。お腹張りまして、うちに戻りましたよ。苦しくて。のたうち回ってたんでございますよ。ようやっと朝になってお腹の調子が戻ってきたんで、そば好きなもんでございますから、今日また2枚か3枚いただこうと思って、伺わせてもらったとこなんでございますよ。おお、苦しかったんだ。そんなこともあるんだね、そば生さんでも。あなた、私のことご存知で。何よ、てね、この野郎。おめえそばかけでうち3軒持ってるそうじゃねえか。普段は40枚からそばかけやってるってんだよ。お前ね、今日1両って銭用意したから、今日は50枚のそばかけやってもらおうじゃねえか。50? いや、今日はですね、この後用がありまして、明日必ず伺うんで、今日のところはちょっとわかんないよ。さすがのそば生さんも50枚のそばかけをしたことがないんでございまして、うちに戻りまして、江戸には居づらいということになりまして、逃げるように旅に出ます。そばかけをしながら信州の方に向かっております。今日も京都でそばかけをしながら、裏街道を歩いております。喉が渇きます。沢で水でも飲もうと、トトトンと降りたところ、漁師が鉄砲を構えております。何を撃とうとしてんだろうと、こう見てもよく分かりません。よーく見ておりますって、今まであまりにも大きくて目に入らなかったんでございますが、大きな上ばみ、そのうちダーンという音がしますって、その上ばみが漁師の方に向かってダーンと行きまして、まさに人にペロリと飲みまして、人一人を飲み込んだもんでございますから、上ばみの中がこんなに膨れ上がりまして、あ、苦しいんでしょう。ドタン、バターン、ドタン、バターンとのた打ち回っております。わかるよ、俺もああいう時あるもん。いつもお腹の具合がいいってわけじゃねえんだ。お腹の具合が悪いって言ったあの上ばみのように。わかるよ、かわいそうになと思って見ておりますと、そのうち上ばみがぐっと頭を持ち上げまして、ずる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 と林の方に向かってきます。そこに赤い葉っぱがぐーっと群がってまして、その赤い葉っぱをペロペロっと舐めますって言うと、俺今まで大きかったこんなお腹がスーッと小さくなりまして、一つ大きな月光したかと思うと、
この鉄砲と着物をペッと吐き出しまして、気持ちよさそうに林の中にズルズルズルと消えてきました。あれなんだよ。さっきまで大きかったお腹が、この赤い葉っぱを舐めた途端だよ。スーお腹の中のものを溶かす葉っぱなんだ。あれさえやりゃ、そばの50枚、60枚、いやいや、100枚だって夢じゃねえじゃねえか。ガーッと駆け寄りまして、懐に入れます。そして江戸に戻りまして、どうも。蘇我生の野郎じゃねえかえ、この頃来てねえと思ったら、一体どこ行ってやったんだよ。というと旅に出ておりまして、信州の方に。信州が蘇我の本場じゃねえか。修行かなんかしてきたな。そんなことはどうでもいいや。蘇我かけやるんだろうな。やらさせていただきたいと思います。一行でございましたな。おそうだそうだ。おじいおじい、今日は店閉めな。そば50枚、50枚並べてくれないか。そばかけだよ、そばかけ。並んだね。人の食える量じゃねえな、こりゃ。やるんだろうな。いただかせてもらいます。いただきます。なんと早いじゃねえか。すごい勢いだね。笑うか食べるかどっちかしてくれねえか。気持ち悪いな。だよくね、勢いよく食べておりましたが、40枚を過ぎたあたりからだんだんと箸が止まってまいります。やめとけってんだ。気持ち悪いんだろ。やめとけってんだ。一両でございますからね。やめられます。うわあ、あの野郎耳からそば出しやがった。あの野郎体からそばだらけやがった。やめとけよ。もうやめないってんだよ。あと何枚でございますか。見りゃ分かる。見えねえのか。お前の目の前に2枚だよ、2枚。2枚。ちょいと休ませてもらえませんかね。お、休みたい。ああ、それは構わない。隣の部屋で休みたい。ああ、いいよ、休みな休みな。だから戸を開けてやんな。隣の部屋に移った蘇我生さん、懐から赤い葉っぱを取り出しますって言うと、ペロペロっと舐めます。どうだい、ああなったらもうおしめなんだよ。箸が一旦止まるともうクリアしねえんだ。静かになっちまったね。さっきまでうなる声が聞こえたんだけど、どうしてだったんだろうね。死んだんじゃねえのか。死んだ。死んだって、どういうことだよ。おめえがそば食わせすぎて死んだんじゃねえのか。いや、そう。じゃあ、俺はどうなるんだよ。いや、そばだけに手打ちだろうね。うまいこと言うね。確かめてみようじゃねえか。先ほどそば生さんが舐めた赤い葉っぱ。これは、お腹の中のものを溶かす葉っぱじゃございません。人間を溶かす葉っぱでございます。ガラッと戸を開けますと、そばが羽織を着ておりました。なんかすごいブラックジョークだね。ですね。溶けちゃったんだっていう。ね、上髪が食べたのが人間だったので、そしてペッと開き出したのがね、鉄砲と、なんかの骨だったんです。なんかって人間の骨だったんでしょうけど、そう、それを考えると赤い葉っぱは人間を溶かす。確かに。そこでなんかあれですよね、気づけたらよかったんですけど ね。そうだよね。まさか人間を溶かす葉っぱだったとは。やっぱり科学的知識もなければ
でもこの落語を作る時の、まあ、これも古いちょっと古い落語ですけど、みんなすごいね。なんかいろんなことをこう想像して作るんだろうけど、落語っていつも言うけど奥深いね。うん、面白いですねやっぱり。ね、うん、なんかあれね、小雪ちゃんもそろそろ落語教室に行って、お名前なんぞもらって来年あたりお披露目しない？欲しいで襲名したいです ね襲名披露、いいですね。もうみんな不安わっと来て、落語で作ろう西区文化あ西区文化じゃない、いろいろね、素敵ですね、北海道文化、エゾ落語だね、エゾ落語、エゾ落語文化作りたいね。作りたいです ね、ずっと落語やりたいなって思ってるので、話し方もそうだけれどもね、考え方もいろいろ違ってくるだろうし、なあ面白いね、ということで今日は小雪ちゃん、なんか少しこうポエムが今日は真面目なのかな、はい、ゆっくりと読んで聞かせてください。はい、大人になるってなんだろう。これは私が最近思っていることです。私は誕生日を迎えて19歳になりました。大人と呼ぶにはまだ未熟で、子供というには大きくなりました。ただ成人年齢が18歳に変わったため、もう成人です。ですがまだ制限されていることはたくさんあるし、大人として責任ある行いができるかと問われれば、まだそれはできると断言するには自分は幼いと思います。ですがだからといって二十歳になったらすぐ大人になれるわけでもないのかなと思います。大人としての自覚が芽生えるのはいつだろう。そんなことを漠然と考えてます。大人になりたいと小さい時は思ってましたが、いざ大きくなってくると、なりたいと思っていた大人はどんな姿だったか、大人とは一体何か、わからなく難しいなと思いました。大人になる、大人とは、これに正解はないような気がします。多分、私自身も気づいたら大人になっているのかなと。まだ将来のことはわかりませんが、私はかっこいい大人になれるように頑張っていきたいと思います。はい、いいね。ありがとうございます。ちなみに私まだ大人になってないよ。そう、大人ってそうですよ ね何をもって大人というのかは、その人と周りの人が決めることなのでね、分かりませんけど、まだ大人になってない子供のようなわがままな自分がたくさんありますで、あのわがままな自分の中でいつもやっていることは、あの一生懸命な人大好きなのね私ね、だから一生懸命で本当にこう気持ちをまっすぐに向けてる人ってすごく男でも女でも大好きで、その一人が大西直子ちゃんというおことの方がいるんですけど、彼女が本当に綺麗な声で、もうずっとこの十何年間ブレずに自分の生き様をずっとやっていっているのがすごく好きで、もうよくうちでコンサートを開いてくれたりしてくれるんですけど、10月10日にチャリティーコンサートをします。それは福島の子どもたちを、南幌町に呼んだり自分方が行って、今でもちょっとこうまだ原発の、放射能の名残があると言ったらラジオで語弊になっちゃうからあまりあれなんだけど、ただやっぱりまだ外で遊べない子もなんかいらっしゃるんで、なんかいっぱい元気に遊んだりいっぱいいろんなことをさせたいという意味で、あのいろんな協力をしています、その彼女の応援も含めて、うちでチャリティーコンサートをやるんですが、彼女の歌はもうビートルズからテレサ・テンからあの本当に童謡から漫画からもちろんあの春の海だとか16段も弾きます。それで素晴らしい方なんですけど、今日どうしようかなと思ったんだけど、秋でしょ、あの今度のコンサートにはしないと言っておりましたが、私がその直子ちゃん方のグループで作った面白い曲がコンサドレを応援する人のための歌とかね、応援歌とかあるんだけど、もう一つ僕たちはキリギリス聞いてください。
すごくいいですね。楽しい、楽しそうにね、うん、きっとグラあーと体育館の舞台の上でやっていて、うんうん、みんな子供たちも喜んだだろうね、うん、キーチョンキーチョンキリキリキリチョン、はい、はい、コンサートをしましたじゃあいつもありがとうございます。もうあっという間の30分、はい、うん、あっという間ですね、あの我がプロデューサーに頼んで本当にちょっとありがとうございます。愛してるよ小林くんということで、はい、また再来月、あ、再来週か、再来週だね、はい、第2週ですもんね、はい、あの今度またどんな落語をするか楽しみに。で11月にはちょっと特別なことを、はい、第3週ですね、第3週、1週と3週、そうですね、第1週第3週で、で11月は第5週があるんですが、うん、無理やりあの間に入れらせてもらいまして、はい、第5週には特別公演というか、ワイドビッグ版として、なんかやってもいいかな、はい、うんって同じで、その時にはぜひ新庄と、僕帰ってきて酔っ払いを歌いたいと思いますが
はい、あのおはこ師匠のねお酒のね落語が最高なのね、だからそれを含めて、うん、ぜひこのスタジオでやってもらえれば最高だと思います。はい、長くありがとうございました。小雪ちゃんどうでした？はい、すごい今日は一日楽しかったですね。あ、よかったですね。なんか喋らないでおこうと思うのがだんだんおしゃべりやっぱりなってきました。はい、どうもありがとうございます。まいよ小雪のジャンボさわさわ、おやすみなさい。